美味しかったこのそば。なんやなんや。はい。はい、おはようございます。ジュンです。今日は、福島に来てます。はい、おはようございます。アイナです。で、なんで福島に来たかっていうと、アイちゃん、友達のアイちゃんがの誕生日パーティーかな。で、お世話になったバーがあるんですけど、そこの引っ越し？何？引っ越しじゃなくて、あのアイスホッケー、アイスホッケーやったっけ？じゃあエアホッケーを買って、それが何キロ？200キロらしいです。200キロを2階まで持ち上がらない、持ち上げないといけないので、それの助っ人、まあ、頑張ります。これを読んだって感じですね。頑張ります。で、今回その、運ばせてもらうバーがバーの名前って何でしたっけ？バーの名前、駄菓子バーカーサっていう店と、駄菓子バーカーサグランデで、今回そのバーの方でレイさんです。お願いします。じゃーん。場所で言ったら福島のどこら辺になるんですかね？場所は一応商店通りの、はい、もう入り口ら辺に1店舗と、もうその商店通りのドン付きにもう1店舗ある感じ。2店舗。そのアイスホッケー台は1個上に、そうですね、2階に。了解です。お願いします。頑張ります。でかいな。お、目線どこ？目線。あ、いい感じ。結構やな。どこ取られてんねんこれ。はい。あ、手袋も見えなかったな。これアイナ必要？うわ、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 うわ
カメちゃんが抜けるあそこから。カメちゃん、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 待って待って。今もめっちゃ狭いです。上に来たり誰かかかったらかった。下になる。上側に持ち替えて大丈夫そうですか。あ、なるほどね。一回置いて、一回置いて。強くなってもどっか行った方がいい。右側に逃げるから。もうちょいこれで、もうちょい一回後ろ下げてから上げた方がいいんじゃない。もう一回引くわ。一回やってます。やってます。僕何もやってません。なのに汗だけは汗だけはすごい。何もしてない。でも一番もうちょいだけ。もうちょい引く。はい、逃げた。よし、これでこう回せばいいんで、そのままこっちに手前に引いて、これら側に合わせて、スピードでいこう。頭でも頭でも頭でも先と一緒のやつでいきますか。こっちがありますよ。伸びてる伸びてる。これやで、これを持ってみる。はい、スカウちゃんその下に。もうちょっと重く見てたら、ここまで来ます。確かに。そうやって倒したらこれでいけんじゃん。こっち側上げて。これで倒せんねや。せーの。いけます。入った。すごい。のっかずで。あ、いけました、いけました。とりあえず行こうか。じゃやば。されてる。バッカしんどい。バッカしんどい。何もしてないけど。嬉しい、ほんまに嬉しいなって。ほんまに嬉しいなって。ジン君が一番頑張って。
ありがとうございます。頑張ってくれてるんです。めっちゃパンプアップできたんちゃう。したな。今からジムやろ。今からジムやろ。多分夜っす。や、え、やばっ。やったやん、もう今日。結構いい感じです。結構いい感じ。どう、あいちゃん、見てた感想。感想、感想、いや、ほんまに重そうやった。重そうやった。重かったのか、普通に。ほんまに重そうやった。あれやな、やっぱ力だけじゃ無理やな。無理やな、この。マジで疲れた。パンプめっちゃした。パンプめっちゃした。終わりました。お疲れ様です。軽くなんか食べて、あいちゃん紹介していきます。感想聞かせて。無茶ぶり最近多いよ。感想聞かせて。あ、もう美味しい。めっちゃ美味しかった、ここのそば。みんなぜひおすすめ、山賀さん。福島の近くです。ぜひ行ってください。山賀っていうの？山賀。美味しかったよ、ライちゃん。うん、超美味しかった。この鏡に映ってる腕が燃えてるっていう話。まあまあ。